葉の種の歌についてお話しします。最初に曲の作りを説明します。この曲は大きく分けて5つの部分からできています。最初に平和な暮らし、次に暗い感じの平和を壊すきっかけ、そして平和の種を育てようというこの3つの部分が1番2番で繰り返されます。その後、優しさでみんなをつなごうという新しいメロディーが現れ、もう一度平和の種を育てようという部分が繰り返されて終わります。それでは難しい言葉の意味を交えながら歌詞の内容を掴んでいきましょう。歌の始めには、平和な暮らしとして自然や町の美しい風景が出てきます。せせらぎとは、さらさらと音を立てて流れる浅い水の流れのことを言います。せせらぎに遊ぶ空、流れている川の水に空が映っている様子を空が遊ぶと表現していますね。とても美しい風景です。かけがえのないとは、何よりも大切なという意味です。かけがえのない平和とは、何よりも大切な平和ということですね。次に、平和を壊すきっかけとなるものが現れます。憎しみ、恐れ、偏見、いじめ。偏見とは、相手のことをよく知らないのに、あの人は絶対〇〇だと決めつけた良くない思い込みのことです。相手を見下した勝手な思い込みやいじめは、誰かを傷つけ平和を壊してしまいますね。次に、曲名でもある平和の種を育てようという部分が出てきます。歌の中の灯火とは、明かりのことです。これは広島平和記念公園にある平和の灯火です。手首を合わせ、手のひらを大空に広げた形をしていて、その中央で火が焚かれています。この火は、核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし続けられます。核兵器は絶対にいけないんだ。核兵器を世界からなくそう。平和の灯火には、そんな心をみんなで持ち続けていこうという願いが込められています。歌の中の灯火を守るようにとは、平和を願う心を強く持ち続けるようにという意味なのですね。ここで平和の種の意味を考えてみましょう。平和とは、戦争や暴力がないこと、揉め事や心配事がなく穏やかなことを言います。皆さんにとっての平和って何ですか？では、平和の種って何でしょうか？種を他の言葉に置き換えてみますね。平和のもと、平和の始まり、平和の第一歩。平和のもとになるものって皆さんは何だと思いますか？さて、
1番2番が終わったところで新しいメロディーが出てきます。優しさでみんなをつなげるんだというところですね。平和の種のキーワードは優しさ。令和という新しい時代に育っている私たちは優しさで世界をつないでいけるといいですね。そして再び平和の種をというメロディーが繰り返されます。1番2番よりも全体的に音が高くなって気持ちも盛り上がってきます。自分たちが平和の種を育てていくんだという強い気持ちを表現して曲が締めくくられます。曲の作りと歌詞の内容はつかめましたか？歌うときのポイントを紹介します。とても優しい曲です。優しい気持ちで歌いましょう。平和の種よという歌詞が全部で3回出てきます。曲名でもありますね。平和の種を育てていこうということを伝えたいので、この言葉を意識してはっきりと歌いましょう。平和の花、希望の花の花はとても綺麗に歌いたいところです。花のつぼみが膨らんで開いていくように、声が周りに柔らかく広がっていく感じになるといいですね。優しさでみんなをつなげるんだ。ここは優しさという平和の種で世界をつなげていくと強く心に決めた部分です。歌詞が伝わるように言葉をはっきりと力強く歌いましょう。最後は平和を願う心が世界中に届くように、声がずっと遠くに響いていく感じで歌いましょう。